1> 図1から1図1から2消失点とは、等式図法において、視点を通り、描く直線と、平行な直線が画面と交わる点である。図1から1のように、直線トルコリラの等式図を描く場合を考える。t は、直線が画面と交わる点、l は無限円点である。トルコリラ上の点1に向けた視線が画面と交わる点、1は1の等式図である。一の隣に二、三、四。 を取れば、2、3、4が、それぞれの投資図である。無限円点 L の投資図は、視点 E を通り、トルコリラと平行な直線が画面と交わる点 V であり、V を直線トルコリラの消失点と呼ぶ。したがって、互いに平行な直線群の消失点は、それぞれ一つの点になる。画面と平行な直線群には、消失点がない。 図2から1図2から2投資図で描く対象は建築物のようにむねの大型体化その組み合わせで延直線を含むものが多い。画面も延直面にすることが一般的である。この場合、柱のような延直線は画面と平行なので消失点がなく投資図上では平行な直線群として描かれる。しかし図3から1のように画面を延面から傾けると柱にも 消失点ができる。図3から1図3から2建築物などの完成予想図や瞬工写真では、このような表現は柱が傾いて不自然だとして避けられることがある。ただし見下ろす構図では、画面を傾けても不自然さを感じないこともあるという。描く平面に平行で、視点を通る平面が画面と交わる線を消失線と呼ぶ。奇面の消失線は地平線である。 テンプレート、クロスレーシオメトラーラジーエグザンプル、SVG、ありがとうございます。